みんなこんにちは。ホワイトニングしてきました。よし、ちょっと白くなったでしょ。まだちょっともうちょっとあるんだけど、もう結構白くなったと思うんで、みんなありがとな、ありがとな、ありがとな。そうですね、僕は歯が白いんでね。なんか昨日歯医者に行ってやってもらったんだけど、昨日動画作るつもりだった、普通に昨日は動画を作るつもりだったけど、なんかホワイトニング終わって書いて動画作って自慢しようと思ってたんだけど、歯痛かった、めっちゃ痛かった。なんか歯医者でなんか ここになんかつけて、ガーってなんか1時間ぐらいなんか光当てるか、なんか どんなその機械何をするかわからないけど、まあずっとこんな感じで、で最初は全然大丈夫だったってけど、時間経つとずっとここをつけてると歯がちょっとずつ痛くなってくる。で15分ずつやるんだけど、俺その15分ずつを3回もやったんだけど、4回もできたんだけど、3回目終わったらもう歯が痛くて、今日はもう帰りますみたいな感じで終わらせた。で帰ってもずっと歯が痛かった。歯と歯の間とかその歯肉もう痛くて大変だった。なんか動画を作る気にならなかったな。ちょっと動画そこまでの元気はなかったな昨日は。ね、ホワイトニング痛いと思ってなかった。まあ結構白くなったと思うけど、もう多分もうちょっと白くなる。多分今週中に家でもできるようなやつ作ってもらってるから、それ持って帰って家でもうちょっとやる。でもオーストラリアの歯医者高いんだよな。あれは高かった。まあ明日から頑張って路上ライブやるんで、今日はなんか、別に話すこと用意してないからね、この動画。でもこの3日間動画上げてないから、なんか俺もちょっと寂しかったよな。昨日もなんか寂しくてライブ配信しようかなと思ってたんだけど、結局やめた。でも今オーストラリアめっちゃいい天気だから、みんなオーストラリアに来いや。なんか今日暑いけど、日本のなんか力がなくなるような暑さじゃなくて、まあオーストラリアの夏の暑さはなんかもうちょっと元気が出る方。力が吸い取られていくような感じじゃないから、みんなちょっとみんなこれからオーストラリアに来や。3ヶ月間夏楽しんで日本に帰ればいいと思います。やばいな、話すこと何も思い浮かばない。だからみんなもう明日から頑張ろうね。